おはようございます。出席議員半数以上であります。これより議事日程第4号により、本日の会議を開きます。日程1、市政一般質問について、これよりお手元に配布いたしました質問通告表により、順次、会派代表質問を行います。25番、逸話清高議員。 皆さんおはようございます市民クラブの逸崎代隆です昨年1月からの新型コロナウイルスにより亡くなられた皆さんにおくれ申し上げますまた現在も療養されている皆さんは1日も早いご回復を願っていますさらには昼,昼夜を問わず医療に従事している 医療関係者の皆さんには本当に感謝しております本日3月11日は忘れることができない東日本大震災から10年ですあの大震災で多くの命と財産が奪われました想像できない津波の影響で家や車が この葉のように流れる状況を見たとき、これは現実なのかと目を疑うような光景でありました。いまだに見つからない行方不明者の皆さん、死亡された多くの皆さんに改めてお悔やみ申し上げます。それでで、は市民クラブを代表しして質質問問通告に従い順次質問しますので 簡潔で分かれやすぎ答弁を市長関係理事者に求めますまずはじめに市長市長の政治姿勢について2点質問します1点目は人口減少対策です総務省が今年1月29日に公表した2020年の 日本人の人口移動報告で長崎市の転出超過数が2025人で市町村別の統計で全国ワースト2位と発表されました長崎市の転出超過数は2018年2019年と2年続けてワースト1位でありましたが2020年は 2019年より477人が改善され、長崎市創生推進室によると、今後、分析するとした上で、新型コロナウイルスの影響で、地方への関心が高まっているではないかと指摘し、近年の移住対策や企業誘致の強化も影響したと見ているとコメントされております。 長崎市の毎年10月時点の人口は日本人、外国人総数で平成22年は44万3766人令和2年は40万6313人でこの10年間で3万7453人減少しております。その大きな要因は 自然減で出生者数が減少する中でいかに維持そして増加させる対策を行うことが重要と考えていますまた転出者が転入者より多くなっていることであります特に平成28年以降の人口は大きく減少し昨年10月1日現在では1年前より 5108人減少していますこの人口減少が財政に及ぼす影響は個人市民税国からの普通交付金が減収となりますさらに新型コロナウイルス感染症の影響により市民税法人市民税の減収により長崎市の財政はますます 厳しい状況になることが明らかでありますそこで3点お尋ねいたします1点目は転入者転出者の理由と年齢相当人,人,人,人数2点目は子供を産み育てる環境整備と出産委員金制度の創設について3点目は令和4年度以降の財政状況と 市民サービスの影響についてお伺いします2点目は新たな文化施設の進捗についてであります新たな文化施設については今日まで建設を有む、建設場所を視聴者跡地県庁舎跡地にするかなど議会でも協議をされ県庁舎跡地が視聴者跡地よりも 早く建設できるとして今日まで長崎県と交渉していました県が実施した埋蔵文化財の調査結果や専門家の意見を踏まえ長崎市は令和2年昨年の1月に現市庁跡地に建設することを決定されております昨年の市長の施政方針では 今年は昨年策定した基本構想をもとに、基本計画の策定に着手します。芸術性や専門性の高い公園に対応でき、市民の皆さんが利用しやすい施設となりを整備を進め、できるだけ早期の完成を目指しますと表明されています。そこでお尋ねいたしますが 建設計画のスケジュールと建設費用について示してください次に新型コロナウイルスワクチンについて質問します市民の皆さんの一番の関心はワクチン接種です政府は感染症の発生を防止、死亡者や重症者をできる限り,できる限り減らし新型コロナウイルス感染症の まん延,のまん延の防止の切り札として、多くの国民の皆さんに設置が受けられるように現在、準備が進めています。現在、政府からのワクチンの供給量が不透明な状況でもあります。市民の皆さんからは、私はいつから接種できるのか、一方では副反応が怖いから失調しない。 接種をした方の状況を見てから判断するという方も多くいらっしゃいますそこでお尋ねいたしますが現時点での接種スケジュール、接種場所、対象者、対象者数市民の皆さんへの集中方法と課題について伺います次に野崎長崎野間崎恐竜パークについて質問します 長崎野間崎恐竜パークは野間崎地区、野間崎、長崎半島の活性化と観光の振興を目的に恐竜博物館の開館に合わせ田之子地区に恐竜広場やインフォーメーションセンターを新たに整備し文化センター、軍艦島資料館、体育館などの施設を一つにまとめ学習、文化、スポーツ 地域交流の場を一体的に提供する施設としかし、長崎市は、令和3年1月7日までの期限,をして期限として、長崎野間崎恐竜パークを否定管理者候補者の公募を行いましたが、公募がなかったことから、2月15日から再公募を行っています。 長崎市は恐竜博物館の登録博物館を目指していますがその周辺,周辺室を含めた恐竜パークの否定管理者に対関する方針考えが民間事業者や地元,地元関係者との思いの中で大きなずれ大きな溝そしてずれがあるんではないかと私は思っています。 そこでお尋ねいたしますが、1回目の公募に対し、否定管理者の参加がなかった理由と、今回の再公募で見直された内容について伺います。次に、出島メッセ長崎について質問します。いよいよ今年11月に予定されています、出島メッセ長崎の開業まで約7か月となりましたが、 市民の方には未だに必要性を感じない新型こんなウイルスの影響で利用者はいるのかとなどの心配をする声も多く聞いております開業後の枚数誘致の状況そして一般市民の皆さんへの見学会は開催をしないのかお伺いします 次に、長崎市もみざに総裁所の建て替え計画の進捗について質問します。1年前の2月議会で、長崎市もみざに総裁所の建て替え計画について本会議で質問を行いました。担当部長より、計画を具体化するために、町内に検討チームを作り、 今後のスケジュールについても、規模、機能、建設時期、候補地などについて考え方を示す基本構想を令和2年度に着手し、令和3年度中に策定したいと答弁されています。また、その中でスケジュールについても十分検討し、建て替えに向けて 基本構想の基本構想に基づき、しっかり詰めていきたいという前向きな答弁があっております。そこでお尋ねいたしますが、その後1年間経過した中での中でどのように検討されたのか、さらに今後のスケジュールについてお伺いします。次に同級県空き家について質問します。 全国で急増する空き家率の増加は防犯をはじめとする居住環境の低下をもたらす一方上下水道などのインフラ整備やごみ収集などの行政サービスの効率を悪化させるなど 実態財政逼迫の大きな要因ともなっていると指摘されておりますさらに老朽危険空き家の周辺の住民の皆さんは危険とのとねり合わせで台風の時など怖くてたまらないその声が大きく上がっているのも現状でありますそこでお尋ねいたしますが長崎市内に老朽危険家屋は何軒あって どのように対応しているのかお伺いします最後に廃校になった学校の備品活用について質問します令和元年9月議会で廃校になった学校の備品活用で廃校になった学校には多くの備品がおると思うので活用していない備品を地域に 対応でできないいいかととうことで私は質問を行いましたその時教育庁より学校や教育委員会で活用できなかった民党については売却または廃棄することになっているが公益上の必要に基づき他の地方公共団体や自治会などの公共的団体に譲与することでできる旨 規定されていることから、乗与する場合のルールを整理し、さらなる有効活用が図れるよう検討すると答弁があっていますので、その後にどのように検討され、有効活用が図れるようになったのか、お伺いします以上で壇上からの質問を終わります。 おはようございます。市民クラブ逸話清隆議員の質問にお答えします。 まず、点目のえ新型コロナウイルス感染症についてはその発生以来世界中で多くの方が感染し住民の健康を損なうとともに医療提供体制に大きな負荷を及ぼしているほか社会全体が感染症防止対策の徹底を求められるなど住民生活に多大な影響を及ぼしているところです。 このような中、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンが開発され、16歳以上の全国民を対象に、国の主導のもと必要な体制の確保が全国の自治体で進められています。ワクチン接種については、国による医療従事者への選考分が2月17日から、県による市内の医療従事者約2万2千人への優先分が3月8日から、 すすでに開始をされていますその後市が調整主体となり昭和32年4月1日以前に生まれた65歳以上の高齢者約13万5千人基礎疾患のある方高齢者施設等の従事者60歳から64歳の方それ以外の方の順に 合計約33万人ののの市民の方に無料で2回の接種を受けていただく予定となります現時点の情報では国からのワクチンの供給が限られていることから65歳以上の高齢者の接種は4月中旬頃から限定的にスタートし十分な量のワクチンが供給され次第本格的に実施していく予定となっています。 ワクチン接種に必要となる接種券についてもワクチンの供給量を勘案しながら適切な時期に速やかに配布する予定としています接種が開始される際には医療機関などに予約して接種を受けていただくことになりますなお64歳以下の基礎疾患のある方については接種券に同封するご案内でご自身の症状などが該当するかどうかを確認していただき 医療機関ににご相談の上接種とということになりま,すまた、接種の実施方法については、長崎市医師会などと,のと協議を行い、病院、診療所による個別接種を基本としながら、併せて高齢者入所,入所施設や離島などでの実施、さらには集団接種も補完的に実施することで、具体的な検討を進めています。 このワクチンについては安全性や有効性、副反応などに関する情報を市民の皆様が正しくご理解いただいた上で接種を受けていただく必要があることから市民の皆様の疑問やご不安な点などのお問い合わせにしっかりと対応していくため2月26日に専用のコールセンターを開設しています。今後、国から具体的ななワクチンの供給時期や数量などが判明次第、 接種の開始時期や場所,など場所などを速やかに確定させ、コールセンター、ホームページや個別のお知らせなどの各種媒体を活用しながら、市民の皆様に混乱が生じないよう、適切で丁寧な情報発信に努め、多くの市民の皆様が接種できるよう、しっかりと取り組んでいきたいと考えています。次にに点目デデジジママメメセセ長長崎崎ついてお答えしますメッセ長崎は 長崎市が人口減少と高齢化に直面する中で国内外から多くの人を呼び込み新たな交流を生み出すことで地域経済の活性化につなげることを目的として整備を進めています建設工事は予定通り進んでおり8月には施設が引き渡され11月1日に開業を迎える予定となっていますまずデジバメス長崎における誘致状況についてですが 長崎市と株式会社、長崎マイスおよび DMO は連携して誘致を進めており特に長崎マイスは年間61万人の利用者目標に対して四半期ごとの到達目標を設定し誘致活動を進めています最新の状況で誘致が決定内定または具体的な日程調整中の案件に伴う利用想定人数は約40万3千人 66%となっており、コロナ禍の厳しい状況ではありますが、2月末時点での目標、到達目標値65.5%を一定達成できている状況となっています。今後、感染症の収束の時期は不透明ではあるものの、大学や経済界とも連携し、状況に合わせた取り組みを進め、61万人の目標達成に向けてしっかり取り組んでいきます。 次に市民向けの見学会の実施についてですが8月の施設引き渡し後には順次議員の皆様や関係者主催者向けの内覧会を実施する予定としていますこの中でも人数に限りはありますが市民の皆様にもまず見ていただくことが大切ですので内覧会を検討していきたいと思いますまた開業に際しまして出島メッセ長崎ヒルトン長崎 長崎放送の3施設は11月1日に交流拠点施設としての合同開催を前提に記念式典の開催を検討しており合わせて長崎駅西側広場などを含めました長崎駅西側全体での町開きを開催することを検討しています式典終了後の当日は出島メッセ長崎については広く市民の皆さんに開放する予定です さらに11月12日から14日には福岡フィナンシャルグループ及び18神話銀行主催予定でデジバメステ長崎のこけら落としイベントが開催され子どもから大人まで楽しめる市民向けのイベントも計画されています市民の皆さんにはこのような機会を通じてにぎわいを創出する施設として体感していただくことで デジマメ長崎ができてよかったと言われる施設を目指していきたいと考えています。以上、本段からの答弁といたします。企画財政部長ご質問の1点目、市長の政治姿勢についての括弧1、人口減少対策についてお答えいたします。 令和2年の住民基本台帳人口移動報告における日本人の転出超過数は、令和元年度比較,いたし,比較して747人改善し、全国ワースト1位は脱却いたしましたが、いまだ2025人の転出超過という状況でございます。転入転出に分けて、令和元年との比較を外観いたしますと、まず令和2年の転入者数は、前年に比べ約570人改善しております。 年齢別では、20歳から29歳で約300人、35歳から44歳で約100人、さらに0歳から14歳で約140人改善しており、主に若い世代と子育て世代が改善している状況でございます。エリア別では、県外では福岡県から約120人、東京県から約150人、県内では佐世保市から約120人、 大,村市,大村市から約50人改善しておりますこの移動理由については、アンケート調査によりますと、東京県、福岡県、佐世保市、大村市からの転入については、転勤や就職など仕事に起因したものとなっております。次に転出者については、前年に比べて約190人改善しております。年齢別では20 24歳歳から24歳と 45歳から49歳の年代を除きすべての年代で改善している状況でございますエリア別では県内が約130人悪化しているものの県外では福岡県で約200人東京県で約210人改善しております移動理由について県内では佐世保市が仕事大村市・伊佐市は仕事に加え住まい結婚長与町特出町は住まい結婚に起因したものとなっており 東京県福岡圏はえ転勤や就職ななど仕事に起因したものとなっております今回、長崎市は日本人の転出超過日本一という状況からは脱却できましたが、今後とも各種統計データ分析に基づいて政策を立案・実行し、その後に検証を行い、次の展開につなげるという PDCA サイクルを徹底しながら、引き続き人口減少対策を推進してまいりたいと考えております。 次に、長崎市の人口,減少に人口減少対策に係る子育て支援につきましては、第2期長崎市まちひと仕事創生総合戦略において、若い世代に選ばれる魅力的な街を掲げ、目標の一つとして、子どもをみんなで育てる、子育てしやすい街をつくるを目指し、結婚の希望をかなえるための出会いの場の創出や、安心して妊娠、出産、育児ができる切れ目のない支援を行うことで、 結婚・妊娠・出産がかなう環境のの実現のため総合的に取り組んででいるところでございますご提案の出産祝い金の創設につきましては、すべての方を対象とするには、多額の財政負担がかかることから、難しいものと考えております。一方で、経済的に余裕のない若い世代に対象を絞り込むなど、工夫をすることで、子育てにかかる経済的負担の軽減や、子どもを持とうとするきっかけにつながるのではないかと考えております。 出生数の回復につなげるためには、このような、他都市にはない大胆な施策を実施することは大変重要なことと考えます。一方、人口減少の要因には、仕事、結婚、住まいなど、さまざまな問題がありますが、人口減少対策は喫緊の課題でもありますので、出産祝い金を含め、どのような施策を実行することが効果的か、全庁で連携しながら早急に事業を構築してまいりたいと考えております。 次に、人口減少が市の財政及び市民サービスに与える影響の令和4年度以降の見通しについてお答えいたします。人口減少は、都市のにぎわいのみではなく、基幹収入である市税や普通交付税にも大きな影響を与えます。特に令和3年度につきましては、普通交付税において基礎通知となる人口が、平成27年度の国勢調査結果から令和2年度の結果に入れ替わるため、 長崎市の推計人口から試算いたしますと、人口が2万5000人程度減少する見込みであり、これにより、普通交付税は約13億円減少するものと予測しております。これに加え、新型コロナウイルスの影響による税収等の減につきましては、令和2年度当初予算時と比較いたしまして、令和3年度は約23億円の減を見込んでおり、このうち普通交付税等による補填措置を考慮しても、令和3年度は 約4億円のの実質的な影響があるものと想定しておりますこの状況に対し、令和3年度の予算編成にあたっては、市民サービスに影響が出ることのないよう、コロナ禍の影響については、国の財政支援措置や財政調整基金等で補填するとともに、人口減少の影響への対応につきましては、各部局における予算のシーリングを徹底し、全庁一丸となって時代の変化に合わせ、業務を見直すなど、 歳出の削減に努めたところでございますその上で、人口減少対策や、次の時代の街への基盤づくりなど、重点的に取り組むべきことにつきましては、選択と集中によりしっかりと予算配分を行うとともに、国の3次補正予算等を活用した新型コロナウイルス感染症対策にも取り組んでおります。令和4年度以降の財政状況につきましては、経済情勢も不透明であり、未だ先が見通せない状況であることから、 例年10月にに策定定してていいいいる中期財政計画も最終的なな確定ができていない状況にございますまずは感染拡大防止効果の最大化と、社会経済への影響の最小化というコロナ禍への対応が最優先と考えておりますが、社会経済情勢について、一定のメドが立ち次第中期財政計画を確定させ、引き続き持続可能な財政運営を行ってまいりたいと考えております以上でございます。 市民生活部長ご質問の1、市長の政治姿勢についての確保に、新たな文化施設の進捗についてお答えいたします。新たな文化施設につきましては、当初、現市庁舎跡地で整備する方針としておりましたが、その後、県庁舎跡地活用検討懇和会の提言の中で、主要機能候補の一つとして、ホール機能が掲げられたことから、質が高く、 使いやすいホールを整備すること原子庁舎跡地での整備より早期に完成することの2点を基本的な考え方として県との協議を進めてまいりましたそのような中、令和2年1月まで行われていた県庁舎跡地での埋蔵文化財の範囲確認調査において長崎市がホール整備を予定していた旧県庁舎の西側部分から江戸期の移行等が確認されたことから 現市庁者跡地よりも早期の完成を実現することは難しいと判断し令和2年1月に新たな文化施設の建設場所を現市庁者跡地に決定したところでございますこの間平成30年度からは新たな文化施設の基本構想の策定に着手し建設場所の影響を受けないビジョンや求められる機能規模などの基本的な考え方を示すものとして令和元年7月に 基本構想の策定を完了いたしました。現在は、令和2年度から3年度にかけて、現市庁舎跡地を建設場所として、基本構想の次の段階となる基本計画の策定を進めております。基本計画では、これまでに文化振興審議会などでいただいたご意見をもとに、専門業者のアドバイスを受けながら、施設の規模や必要な所室の数、部屋の高さや広さなどの 施設整備の具体化、利用者や大道具などの導線、使いやすい施設内部の配置の考え方などについて具体的な検討を行っており、今年の秋を目標に策定を進めてまいります。基本計画策定後は、令和4年度から5年度にかけて基本設計・実施設計を行い、新市庁舎の完成移転後、 現視聴者の解体及び跡地の埋蔵文化財調査を行い、その後、新たな文化施設の建設工事に着手し、建設工事に2年程度を見込んだ場合、令和8年度中の完成を予定しております。次に、新たな文化施設の建設費用でございますが、平成26年6月市議会の環境経済委員会におきまして、当時、旧公会堂と同程度の機能を有し、 座席数が1000席程度の他都市のホールなどを参考に30億円程度とお示ししておりますその後平成28年9月市議会の環境経済委員会におきまして東日本大震災による建設需要増や東京オリンピック関連事業による影響で建設資材費や労務単価が上昇したことまた熊本地震後の影響も見込んで 38億2千万円という金額をおお示し,しております現在、策定を進めている基本計画の中で、建設費についても試算することとしておりますが、建設資材費や労務単価がさらに高騰し、高い水準のままの状況にあります。また、基本構想で取りまとめた、必要な施設機能や規模、市内のホール型施設の利用状況を踏まえ、ホールを1200席程度とし、 急行街道にはなかったリハーサル室や練習室などの整備を行った場合、建設費がさらに増えることが見込まれます。現時点で具体的な金額をお示しすることはできませんが、今後、基本計画を策定していく中で、施設の規模、機能と合わせて、建設費についてもお示しするとともに、財源確保についても検討していきたいと考えております。新たな文化施設につきましては、 公開堂が廃止されて5年以上が経過し、市民や文化団体の皆さんを長期間にわたりお待たせしている状況にあることから、最大限、国の補助制度などの活用を図ることで、市の真水負担の軽減を図りながら、できるだけ早期に整備していきたいと考えております。次に、ご質問の5点目、長崎市もみじ台総裁場の建て替え計画の進捗についてお答えいたします。 もみじ谷総裁上の建て替えに関する基本構想につきましては、令和3年度中の策定に向けて現在進めております。もみじ谷総裁上の建て替えにつきましては、まず令和2年6月から、町内の関係課長及び仮想場の利用について広域連携をしております、長与町、特殊町の担当課長にも参加していただき、もみじ谷総裁上建て替えに向けての検討会議を立ち上げ、 これままでに2回開催しておりますその中では現在までの建て替え検討の経緯を把握した上で現在の施設が全体的に境外であり動線や待合室等が遺族の信条に配慮したものになっていないなどの課題を改めて整理しこれを踏まえ新しい仮想上の在り方求められる機能などについて協議を行っております。さらにその後 この検討会議で出た意見を情報共有し、基本構想の策定に向けた全庁的な協議を行っております。また、令和2年9月市議会定例会に、もみじ谷総裁上の建て替えについての審議を行うことを目的とした付属官である、長崎市仮想場整備計画審議会設置のための付属官条例の改正や、その審議会開催に要する経費、および 基本構想策定支援業務委託にかる補正予算を計上しております。長崎市仮想場整備計画審議会につきましては、令和3年1月1日から設置しておりますが、この審議会については、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、現在まで開催できておりません。今後、第1回目の会合を近日中に開催し、令和3年8月ごろまでに、延べ4回の開催を予定しております。現在 策定に向けて取り組んでおります基本構想につきましては、紅葉谷総裁上の施設の現況や仮想件数、建て替えの必要性、将来の仮想需要、必要となる仮想ロ数、建て替えにあたっての基本的考え方、建て替え時期、建設的地の検討等を盛り込むこととしております。今後は長崎市仮想場整備計画審議会においてご意見をいただきながら、 新しい火葬場についての施設整備の基本方針を固め、議会への説明を行い、今年の夏にはパブリックコメントを実施し、基本構想の提案を得たいと考えております。また、基本構想の策定後は、基本計画を策定し、わせて建設地の決定、周辺住民への説明などに加え、PFI 制度導入の可能性も探りながら、 進化相乗の整備を進めていきたいと考えております以上でございます南総合事務所長ご質問の三点目長崎野間崎恐竜パークについてお答えいたします長崎野間崎恐竜パークにつきましては今年の10月29日から供用開始を行うこととしており 管理運営は指定管理者制度を導入し7月1日から恐竜パークのうち新設する恐竜博物館の宣伝等に関する指定管理業務を先行して行い10月29日からは恐竜パークのすべての指定管理業務を開始する予定です昨年の10月30日から今年の1月7日にかけて指定管理者の公募を行いましたが応募がございませんでしたので 現地説明会にご参加いただきました事業者の皆様へ応募に至らなかった理由等についてアンケートを実施いたしました分析の結果主な理由といたしましては市中心部から距離,距離がある野間崎地域に誘致,するための誘致するためのプロモーション活動を考慮すると指定管理委託料の上限額が低かったこと 恐竜パーク全体を一体的、効果的に運営する提案を行うにあたり、構成施設ごとの制限等が多かったこと、そのほか、恐竜博物館の企画展の開催回,開催回数や、コロナ禍での運営に対する考え方などについて、ご意見やご質問がございました。これらを踏まえ、募集要項や、仕様書の一部を見直し、 2月月15 19日日から4月19日までで、での期間で現在再度公募を行っているところです。見直した主な内容につきましては恐竜パークの立地等を考慮し集客を強化するためプロモーション経費を増額したこと指定管理委託料の上限の設定について恐竜パーク全体の上限の枠内で応募者の裁量により 施設ごとの収支の提案を可能としたこと、恐竜博物館の,企画,の企画展の開催回数を毎年2回以上としていたところを、令和3年度、令和4年度にかけましては2回以上、令和5年度以降は毎年、毎年度2回以上としたこと、また、前回応募がなかったことを踏まえ、応募資格を市外の事業者におきましても、 単独で応募を可能としたことなどでございますそのほかにもコロナ禍において経営、運営状況が大きく変化した場合、責任の分担につきましては、自然災害等による不可抗力の項目に該当し、協議事項とすることなどを昨日の応募者説明会におきまして、丁寧に説明を行ったところでございます。まずは適正な管理運営と 地域貢献を担っていただける指定管理者の選定を確実に進めるとともに、選定後も施設運営と地域振興にあたっては、指定管理者、地域住民、行政が連携しながら、共同の精神で一丸となって取り組んでまいりたいと考えています。以上でございます建築部長 ご質問の6点目、老朽危険空き家についてお答えいたします。老朽危険空き家の問題につきましては、空き家を放置して老朽化することで、屋根や外壁の落下、台風による瓦瓦の飛散などにより、周辺に悪影響を及ぼしかねない、いわゆる老朽危険空き家が増えており、地域住民の方々の不安の解消へ向け、早期に解決すべき行政課題と捉えております。老朽危険空き家への対応としましては、 空き家特措法に基づき、その所有者に対し、危険回避の措置や、除却等を行うよう指導するとともに、所有者が自ら除却する場合、工事費の一部を助補助する、老朽危険空き家除却費補助金や、所有者から土地と建物を市が寄付を受け、市によって建物を解体し、跡地をポケットパーク等として整備し、自治会に活用していただく、老朽危険空き家対策事業で対応しております。 老朽危険空き家の状況といたしましては、現在までに435件を把握しており、これまで除却費補助金や対策事業により230件を解決し、また市の指導等により自主解決19件を合わせ、249件が解体や修繕で解決し、186件が残っている状況でございます。しかしながら、経済的問題や相続の問題、所有者不明等の理由で解決に至っていないことに加え、 相談件数が増加しており、老朽危険空き家が年々増えている状況でございます。今後におきましても、老朽危険空き家の受客に向けて、引き続き補助制度の活用などにより、除却を促すなど、指導を行うとともに、改善がなされない場合には、空き家特措法に基づく勧告命令大、行政代執行も視野に入れて対応してまいりたいと考えております。以上でございます教育長 ご質問の7点目、廃校になった学校の備品の活用についてお答えいたします、えー。各所属や学校等における備品等が不要となった場合には、効率的な運用を図るため、長崎市会計規則において、速やかに管理外の措置を取らなければならないと規定されております。また、管理外ができないときで、使用の見込みがない,ものをないものは売り払うこととし、売り払うことができないものは廃棄することができる旨、規定されています。 このことから、小中学校の統廃合により、廃校になった学校の備品等につきましては、まずは統合先の学校で活用することとしております。その上で、統合先の学校で活用しない備品等につきましては、他の私立小中学校のほか、町内各所属で利活用を検討し、活用希望がある学校や所属で有効活用を図っているところです。議員ご提案のの廃校校にになった学校の備品について 地域に対応するなどの有効活用が図れないかということに対しましては、長崎市有財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例に基づき、自治会等の公共的団体を譲与の相手先とした上で、譲与を行う際のルールを検討し、整理いたしました。具体的には、まず対象物品については、不要となった備品等のうち、対応年数が経過していることとしています。 ただし、耐用年数が経過したものであっても、ピアノのように一定の財産価値を有するような一部のものについては、譲与の対象外としています。また、譲与の条件としましては、譲与品の管理は譲与先で適切に行うこと、譲与品は譲与先の団体の活動において使用することとし、私的な使用を行わないこと、 常用品を売却することなどにより、不当な利益を得ないことなどと,などとし、これらにつきまして、ご了解をいただいた上で、常用を行うこととしています。実際の運用例としましては、昨年3月をもって廃校となりました式見中学校におきまして、地域の自治会等から、これまで行事を実施する際に、学校施設や備品等を活用してきた経過があり、廃校後も施設の利用や物品の使用を継続させてもら,ないもらえないかとの要望がありました。 この要望を受けまし,た受けまして、整理したルールに沿いながら、自治会などとも協議をさせていただき、行事に必要となる机や椅子等の備品を常用したところでございます。今後とも、今回整理したルールに沿い、自治会などの地域の団体から申し出があった場合には、対応していただく、採用していくとと,ともに、 必要に応じて地域の団体にもお声掛けをさせていただきながら不要品の有効活用を図っていきたいと考えております以上でございますはい議長二十五番逸話清高議員あのただいま答弁をいただきましたので質問をさせていただきますまずはじめにあなたの文化施設の進捗についてお伺いします令和元年七月に基本構想を策定し 現在の市役所跡地に建設するために文化審議会や今後、市民ワークショップで意見を聞きながら、基本計画を今年の秋を目標に策定しながら、今後は基本設計実勢矩形を行いながら、令和3年、令和8年度中に完成を予定をしているということで答弁がされています。市民生活部長に改,改めてお伺いしますけど。 確かに基本計画の関係で、あの建設費用については出てくるんでしょうけど、30億から38億になって、でこう先ほどの答弁の中ではかなり上がるような感じがしてるんですけど、大まかな建設費というのは、この場での答弁はできないのか、改めて確認いたします。市民生活部長、えー、再質問にお答えいたします、えー、今あの 議員ご指摘のように、現在の基本計画の作成を行っております、その中で、施設の機能規模等について、議論いただきながら進めていくということになりますので、他都市の状況等も十分踏まえながら、我々われどしもしっかりとした施設を整備していきたいと思っておりますが、現在建設については、算定はできていないというような状況です以上でございます。 議長25番、ここで答えなもう答えない、答えできないんでしょうから、私は結構、県環境経済委員会に行ってから、旧公会堂の関係、ある程度把握しております。それで、委員会の議事録をずっと見させて、改めて見ました。そののの中でで建設費の関係で7年前の 平成26年の3月の環境経済委員会で陳情があっております。それは長崎公会堂の現地における存続と保全・補修による再生予防に関する陳情でありました。その時の質疑の中で旧公会堂を耐震・補強を含め大規模改修した場合は 約31億円と答弁をされております同じ年の6月の委員会の中で、これは長崎市公会の条例を廃止する条例の中で、建て替えた場合、先ほど市民生活部長から答弁があったように、座席数が1 0 0席程度で38億円を想定されているということで、 説明がされておりますその後、2年後の平成28年の9月1会の委員会では、これは長崎市公会堂の解体中止と再使用に関する住民投票条例についてということで、住民投票の条例が委員会で審査がされました。その時に、D 社側の答弁は、資材、 ドーム単価が急激に増加したことから、公共ホールの単価が、単価を調査したところ、21%上昇したから、38億2000万円ということで、あっております。それは先ほどの市民生活部,部長が答弁した内容です。2年間で約8億2000万上がっています。そして先ほどの答弁の中では、 現在、基本計画の策定中の中で、建設資材やドーム単価がさらに高騰し、高い水準であり、基本構想で取りまとめた必要な施設機能、じゃ市民のホール型施設の利用状況を踏まえ、ホールを1200席程度として、リハーサル室や練習場の整備を行った場合、 建設費がさらに増えることを見込まれてますという答弁でありました。私も平成26年から公会堂の関係ずっと委員会、また本会議で質疑をさせていただきました。私自身一番思ったのは当然建て替えた場合は30億がベースだと思ってました。で、その後8億2000万上がった。いつの間に 戦績の座席から戦略に変えたんですかその見直した理由をお聞かせください。またもう、そして旧公会堂では私はリハーサル実は多分なかったと思います。今回皆さんが立てている基本構想の中身と旧公会堂であった施設がどのように変わったのか、今度は新たに施設については 旧公会道で、これはなかったけど、こういう施設を考えてます、このことを答弁をお願いします。市民生活部長 再質問にお答えいたしますまず、1200席を決定した考え方でございますけど、今回、市内のホールの利用状況を分析をいたしました。現在、ブリックホール、非常に予約が取れないという状況にあります。その課題を解決するためには、市民文化団体が利用が多い、1000人から1200人規模の イベントに対応する必要が出てきますけれども、戦籍ではブリコールから新文化施設の移行件数が十分ではないということで、あのブリコールの予約は取りにくいという現在の状況が解決できない見込みとなってしまうということ。それからもう一つあの できる限り新たな施設においても収入を多く確保していきたいということで、市民文化団体だけの利用だけでなく、コンサートなどの興行についても、一定開催される必要があると考えたということから、そのようなことから、新文化施設の座席数については、1200席程度とすることを検討すべきでという考えに至ったというものでございます。それから えー、今回あの、新聞解説の基本計画を現在しております、えー、あの,あの,昨日あのどういった書室にするというのは、まだまだ具体的には決まっておりませんけど、えー、メインとなりますホール、1200席、それから練習室、そして、えー、楽屋、まあ、そういったのが最低限必要なものということで、整備をしたいと思います。あの休校街道にはそういったた屋、えー、練習室がありませんでしたのでしのななかなか 利用者の利便に、かなってなかったということから、そういったものを含めて。できる限り、あの、無駄のないような形で整備をしたいと考えております。以上でございます。二十番万、一番、いつは清高議員。もともとですよ、あの、平成十年。ブリックホールが、を建設するときに。私は議員じゃありませんでしたけど。公会堂は老朽したら、解体するということで、決めてたんですよ。で、その後、いろんな団体の皆さんから。 やはり公海道、そういう文化施設が必要だということで、いろんな経過があります。私は確かに基本構想の中で、利用者の関係、わかります。例えば言うならば、ブリッコウホールについて利用する団体はこういう人なんですよ。で、公海道については、市民団体の皆さんを重点的に使っていただく。 そういう区別をしなければいけないと思ってますよ。でまだ整理されてないんでしょうけど市民会館もありますよね。今後どうするのかそのこともやはり同じくしなければいけないと思ってます。この件については皆さんが作った基本構想ですから今後いろんな基本計画もされようかと思っています。私は やはりこういう状況になったときに皆さんも先ほど企画財政部長から答弁があったでしょう現在の長崎市の財政状況は先ほど人口減少対策で答弁がされた内容今年度から人口が減ったことによりこの関係は昨年国税調査があってから5年前のベースで 市民の減少の関係が見直しをされてから年間13億円,13億円減少してるんですよそして個人市民税も昨年より9億円私が先ほど建設費用関係が言いませんでしたけど答弁ありませんでしたけど私が思うにはもともとの30億円が今のまま ずっと進めば倍近くかかると思いますよ38億円。38億2000万が今です。それからもう何年たってますか。いろんな材料を含めて上がったときに20%かける。そして今までない公開どりでないようないろんな施設を作ったときに。 50億も60億もかかるんじゃないですか。私は文化施設をですね、建設については反対しないんですよ。作ってもらいたい。しかしながら、皆さんに考えていただきたいのは、基本層構想は構想で結構なんです。第5次総合計画もそうです。やるある程度はやっぱりこういう夢を持ちながらということでが基本構想ですから、 今後、基本計画を策定する中にあってから、皆さんは多分考えてはいるんでしょうけど、長崎市の財政に比べて、本当にそこまでお金を使っていいのか、ブリッコほど見てください、今、指定管理されていますけど、運用費用に年間2億円ですよ。そして、修繕とかいろんな点検をする中で、 新しい時は費用はか,かりません建設されて8年後くらいからデータを見ればそれからいろんな修繕とか器具の点検とかそこに16億6000万簡単に言うならば建設はしたけど年間に3億円の維持管理がいるんですよ。ですから 私は今回、所管する総務委員会ですから、たぶん、基本計画の草案作りが、多分6月から6月に出てこようかと思っていますから、その中で議論もさせていただきたいということを思っています。それでは次に、ウイルスワクチンの関係をお伺いします。まさに史上最大の ワクチン接種ととということ言われててまますす多分市民健康部は大変だなと思ってます当然国からの供給量の関係が相手があることですから分からない状況の中で供給量が決まってでも長崎県に来て長崎市にどれだけのワクチンが入ってくるのかそういう分からない状況の中でそれは今後いろんな関係であろうかと思います。 私自身は一番今しなければいけないのは、市民の皆さんに正確な情報をどういう形で提供するのか、先ほど市長の方から答弁があった中では、このコールセンター、ホームページ、個別なお知らせということで、各種媒体ということで、多分テレビとかラジオとかそういうのが想定をされるんじゃないかなということを思っていますけど。 私が思うのはやはりコールセンター2月末つけましたけど市民の皆さん知ってないんですよほとんどの方が。それは市が行政が市民の皆さんに情報こういうことが作りましたということで知,れ知らせたつもりでしょうけどそれを市民の皆さんが受け止めてないんですよ。 私も自治会長をして,してますけどちょうど年末年始感染が多い中で私は自治会の会員の皆さんに例えば年末年始とかそういう関係でもし熱があったら長崎市の保健所とか県の関係を含めてここに電話してくださいということでお配りさせてもらいました。そそれが私はそういう…い 法関係上じゃないんですけどそういう意味でのやっぱり一所対一所対配るのがやっぱり大切なんですよ。私が例えば行政側の立場であれば自治会の加入率はもう70%切ってますけど少なかずとも市民の皆さんの6070%近くの皆さんに自治会長にお願いしながら例えば 正確な情報をですね、どこまでができるか分かりませんけど、その情報を一つ提供するのも一つです。そして、マンションは管理組合があります。管理組合に対しても、不動産関係の皆さんとか、そういう関係と連携を取りながら配ってもらう。そして、若い人なんか、新聞もテレビも見ない人も結構いらっしゃいます。しかしながら、 コンビニででよよく行く行んですよコンビニにお願いして置いてもらうとかそして病院とかそういうとこに置いてもらえばやはり今の広報活動よりももっと広がるんじゃないかなということで私は思ってますけどそこでやったらどうなのかそしてもう一つあるのが今接種希望者という方が 約全国的に70%ということを言われていますけど、先ほど本段であったように、やはり怖いというか、副反応が怖いから受けないという方もいらっしゃいます。今こそですね、やはり長崎市が一つになりながら、例えば市の医師会の方にお願いして、よく市民病院の病院長の皆さん、 の皆さんとか、大学病院のよく全国のテレビで出てる先生もいらっしゃいます、そういう方と連携を取りながら、長崎市民にそういう情報の直接ですね発信できないのか、このことについてどうなのか、お伺いいたします市民健康部長え再質問にお答えいたします。 新型コロナウイルスワクチンでございますけれども、あの講談のほうのご質問からになりますが、まあ、医学的な、あの専門的な内容が含まれておりまして、安全性や有効性、副反応等に関する情報がです、ね、やはり一般市民の方に伝わりにくいというところがございます。この点、えーまあ、議員ご指摘のとおり、専門家による情報発信はです、ね、市民の皆様の理解を深めるためにも大変有意義なものだと考えております。まあ、ここののようなことから、えー、現在、日本ワクチン学会の 長崎大学の森内教授にまご協力をいただきまして市民の皆さんにワクチンの接種に関するさまざなごご疑問にですね答えていただき広報長崎ですとか長崎市のホームページでですねその内容は紹介していきたいということを今一つ考えておりますそしてもう一つ市民の皆さんに分かりやすい情報を発信をしていくということで現在まコールセンターやまホームページ等による情報発信を 始めておりますが議員ご指摘のとおり、広く多くの市民の方に伝えるという形,方の,中形の中で、えー、例えば、えー、内容を分かりやすく整理したようなチラシを作成しまして、まあ、公共施設はもとより、えーまあ、民間施設ですとか医療機関、そしてまあ自治会など、まあ、広く,あの多,くの方の多くの市民の方の目につくような形でですね情報提供を行い、市民の皆様が正しい情報に基づき、接種が 正しく行えるよう取り組んでいきたいと考えております以上でございます二十五番一番清高議員、はい、あの私は広報はですねあのやはり全庁的に取り組んでもらうと思っています今担当はワクチンの関係は市民健康部ですけど自治会の関係は市民生活部ですね広報は諸広報部ですね私ですねあの皆さん方いつも何の何でもいうんですけど広報長崎を活用しようと やっぱりねこういう確実な性格あの正確に伝えるならば広報誌の中に入れたらダメですよやっぱり私も3月の広報誌見ましたけどそういう気になったものからで見るんですよでコロナの関係が何ページになるのかなということでずっと目次を見ながらあの載ってます僕は載せるなって言ってないんですよ新たなやつとして別にしながら 一枚、原本は作,作ってしまって、印刷とはですよ、紙代っても極端かもしれないんですけど、そういう状況なんですよ。ですから、広報、広報長崎に入れずに、別紙一枚、あらってつける、そして、ホームページとか、そういう関係言われてますけど、ホームページもそうですけど、やはりあの自治会の中で、例えば広報版っていうかな、自治会が設置をして,るて、あっつくで。 私に自治会でもあの5か所ありますけどそれを見る方というのはですねよその自治会は分かりませんけどあまりいないんですよですから市民の皆さんの一所帯一所帯届くような手法としてお願いしたいんですよそれでコンビニの関係とかそういう関係幅広く二重になってもいいと思いますよそれだけ長崎市が コロナの関係について、ワクチンの関係については、市民の皆さんにこういうあの確実に情報を提供しなければいけないということを思っていますから、ぜひとも今後、あの全庁的に取り組んでいただきたいということを思っています。特にあの担当部長の,あの、市民健康部長はです、ね、大変だと思います、そういう意味で。そういう意味で、あの今後いろんな形の中であろうかと思いますけど、あの こういう理論、全体的にとにかくあの負けずにですね。できないものについては、他のところにもやってもらうということで、遠慮せず取り組んでいただきたいということを思っています。次に野崎、長崎、野母崎パークについてお伺いします。先ほど南総合事務所の所長からありました。答弁がなかった理由、見えないした理由。これは？ 多分第一次というか説明会に来たのは実写でそこをずっとアンケートを取りながらやった内容だということを思っています。私が思うには応募がなかった大きな理由はもう一つあるんですよ。それは何なのか。指定管理者公募の応募説明会そして現地説明会を昨年11月20日 十一月二十日に開催されて、実写が参加されています。その説明会の中で、多くの質問が出ております。質問は出たけど。その回答はいつだったのか。長崎市が回答したのは、十二月二十五日ですよ。そういうふうに聞いてます。そして、もう一つあるのが。当初。 管理者の仕事じゃなかったあのなかったやつがオープン式式典の業務を業務についても同じく12月25日の夕方だそうですけど長崎市のホームページでしなされております皆さんよく聞いてくださいよ25日の翌日26日は土曜日27日は 日曜。28日は、市役所は御用納めなんですよ。公募の締め切りは、先ほど答弁があったように、1月7日。事業者の皆さんは、年末年始、ほとんど休みなく、1月7日に申請をしなければいけないということで、 関係書類をされたそうです。私がそのことを聞いたときに、あまりにも皆さんは、指定管理者、公務の皆さんの気持ちは分かってない。本当にやる気があるのかなそれが皆さんと、言葉は悪いですけど、指定管理者の皆さんとの今の状況なんですよ。 所長、お聞きしますけど、なぜ質問から回答が1か月以上もかったのか、そして当然、アンケートをやったわけですから、年末年始を含めて、どのような状況だったのか、事業者が、これについてお伺いします。南総合事務所長。再質問にお答えいたします。 前回の指定管理者の公募につきましては、9月議会で長崎のモ毛崎恐竜パークの設置条例の議決をいただいた後、速やかに10月から約3か月の応募期間を設定し、行ったものでございます。その結果、10月の末から3か月ということで、締め切りが年をまたぎまして、1月の7日になったところでございます。 ごご指摘のその間ののそそ間質問とその回答についいてでございますまた質問と合わせましてオープニングの式典ここにつきましても考え方が一部分かりにくかった部分を当日の説明会の中でご説明したところもあるんですがそのあたりの準備といいますか説明の 進め方が事前ではなくて当日の説明会の中であったということも不適合があったということで反省をしておるところですで回答につきましては説明会の中でいただいたものと含めまして内部で協議をしておりましたが恐竜パークの構成施設が複数ございますので関係部局が多岐にわたり調整に調整の取りまとめに 時間を要して回ったというところが現状でございます現在はこの点を踏まえまして改善をし南総合事務所が全体を統括する意識を高めて迅速に取り組んでいるところでございますまた一回目では回答の期限をお示ししておりませんでしたが今回二回目ではいついつまでに回答するということで回答の期限も、えー、お示しをして改善をさせていただいているところでございます以上でございます大木 二十五番逸話清高議員取りまとめに時間がかかったてあなたが責任者なんでしょう。責任者ですよね確認します南総合事務所長再質問にお答えいたします今回の長崎野間崎恐竜パークにつきましては南総合事務所が所管で責任を 責任者ということで私の方で取りまとめてやっております。以上でございます。はい。25番、伊沢清高議員、あの既に昨日あの現地説明会とかあのされてるんでしょうけど、もうここで以上この関係言いませんけど、取りまとめに時間がかかったというのは組織体制がダメなんですよ。誰が責任者かというと私は分かりませんでした。 当初、組織体制が変わったときに、恐竜博物館の準備委員会ができましたから、そこが責任者だろうと思っていたら、実は南総合事務所の所長が責任者ということです。今現在、どのようになっているのかということで、皆さんに言いますけど、恐竜ですね、募集要項の中で、 指定管理者ののの募集要項の中で施設についてて取り合わせ先が記載がされています私も市のホームページで全部出しました。その中で書いているのが、記載されている内容ということで、内容は、各施設に取り合わせ先は次のとおりですと書いています。どこへ問い合わせていいのかわからない場合は、 恐竜パーク全体の担当課である地域福祉課へご連絡ください。関係課へおつなぎしますとなっています。これは再公募されたやつの募集要項に書いてます。そして所管部がどうなるのかと言いますと、恐竜パーク全体および恐竜パーク広場。これは恐竜広場の関係はあの体育館の関係です。 で恐竜広場だけについてその2つについては南総合事務所で三和地域センター内の庁舎内で記載されていますそして恐竜博物館野崎文化センターは教育委員会が訴訟で市民会館の7階です軍艦島の資料館は文化観光部で商工会館の4階となっております 勤務地がばらばらであれば、いくら所長が責任者であっても、会議は時々しよったんでしょうけど、いつまで出してください、それでも出ないのが当たり前じゃないですか。そして、このことについては、私はですね、同じ、今回同じ恐竜パークですから、 業務を揃ろえる場所についてはです、ね、一本化しなければいけないと思っています。そして今後、いろんな地域の窓口とか、そして否定管理者がになったところについても、いろんな連携が取りやすいような形の中で、窓口のです、ね、一本化をしていただきたいと思っていますけど、この関係についてお伺いします南総合事務所長。 再質問にお答えいたします。 ご指摘のとおりあの、今回の、えー、募集要項につきましては、えー、それぞれの、えー、部署をあの併記をさせていただいておりますが、えー、基本的には私どもが窓口ということで、えー、お問い合わせ先は南総合事務所地域福祉課ということで書かせていただいております。しかしながらご指摘のとおり、えー、特にあの指定管理業務が終わったあとにつきましても、管、えー、の運営をするにあたっては、窓口を一本化する必要があろうかと思います。で南総合事務所は 野崎に非常に近い位置にございますので、えー、市役所本庁に出向いていただかなくてもまずはあの南総合事務所であの一括的に窓口ということで受け受け付ける対応していくという方向で対応していきたいと思っております。以上でございます。はい。25番、伊沢清和議員。あのそういうことで,ですね、業務については一体化を含めてですね、一つの場所に集まってするようにしていただきたいと思っています。 そしてあの今後のスケジュールについいてお伺いします今回の再公募でも当初あの第1回目の時きもあの10月29日がオープンということで今回も変わっておりません1回目のスケジュールでは先ほどあったように1月7日で締め切って1月下旬までに面接審査でその後、校舎選定後にあの指定の手続きによってからその後、 多分議会,議会というか、承認とかそういう関係でいて終わってから締結して、7月7日から否定管理者が管理をするようになっているんですけど、実際的に、否定管理者とがあの締結をされてから、7月1日ですから6、月6月の末まで約3ヶ月間、この期間というのは、 行政とか指定管理者が何か準備をするのがあるんですか、例えば準備するにはどういうことをするのかお伺いします南総,合南総合事務所長。再質問にお答えいたします。 まず、あの7月1日からの業務につきましては、先ほどご答弁させていただきましたがえ、様々な準備行為を行っていただくということを考えております。ですので、7月1日からの準備行為に対応していただくえ、体制を整えていただくことを考えておりました。先ほどあのご質問にございました通。とおりして管理事業者が決まった後にえ、7月の1日までに行う。業務としましては、まず議会の。ご 承認をいただいたただ後に基本協定書の締結という事務を進めていきましてそれに合わせまして7月1日からの準備作業に入っていただくための人体制を整えていただくというふうに考えていますでこの準備体制を整えるスケジュールとしましては大変タイトな状況ではございますがここにつきましてはあの新たに 職員を募集して対応する事業者様から、もしくはあの既存の社員の皆様をもとに準備体制を整えていかれるところ、いろんなあのパターンがあろうかと思いますが、いずれにしましても非常に厳しい状況だというふうに認識をしております。そういいったたた中で今後あの指定管理者者候補がが決まりままりしららご意見ををだきながら状況を踏まえて 検討させてていいたただきたいと思っております私が質問したのは、1回目の公募のときに、4月に締結してから、7月の開始するまで、6月末ですから、その2、3か月は何を準備するんですかって、さまざまさまざまという立場、分からんじゃあかどういうことを準備するんですか、それだけ答えてください。 そのあとはいろいろ厳しかどうのこうのというのは私が質問しますから改めて。南総合事務所長。再質問にお答えいたします。7月1日までの準備といたしましては、準備行為をするための体制を整える、職員の採用と体制を整えることになります。以上でございます、はい、25番逸話高議員 その2か月の空きというのは、皆さん方もこういうことがあるからということしているんでしょう職員の採用とか、そういうところ、私も使用書を見ましたよ。学芸員を1人置かなきゃ、人以上置かなきゃいけないとか書いてるんじゃないですか。学芸員というのはそう簡単に見つかるんですかですから、あえて聞いたのは、1回目から2回目に変わってから、 オープンが変わっていないから、その2か月間というのは何をするんですかって聞いてるんですよ。分からなくては結構ですもん、も次に、今回ですね、再公募ということで2月15日にあの応募が始まりました。そのスケジュールの中では、応募の締め切りが4月19日、面接審査が5月 下旬上,上旬から、初旬から中旬、指定管理者の手続きが6月予定、協定締結が6月予定、指定管理者の開始が7月1日となっていますけど、これ議会あの、指定の手続きというのは確認ですけど、これが議会の手続きということで、理解してい,いんですか南総合事務所長。 再質問にお答えいたしますまずの議会でご承認をいただいた後に基本協定書を締結をさせていただく形になります。以上でございます。25番、いつ清岸田会議員あの。先般ですよ、議会委員会がありました。その時に6月議会の日程が日程案ということで報告がありました。その報告は 6月11日召集で、6月30日が最終日となっています。本当に7月1日、締結するのはできるんですか、こういう議会に行っていう中で。私はですね、今回、最高分になって、こういうなった関係で、やっぱりいろんな問題が出てると思いますよ。なぜかと言いますと、先ほど言いましたように、 指定管理者の締結がされて、その準備期間がないこと、このことによってどういう問題があるのか、そして7月1日かの今の予定であれば、7月1日、指定管理者がなってもできないんじゃないんですか、このことについて、どのように思っているのか、これについてお伺いします南総合事務所長。 再質問にお答えいたします、えー、基本協定を結び、それから7月1日までの、えー、体制を整えるにあたりましては、先ほどご指摘もございました、えー、学芸員の募集でありますとか、非常に厳しい状況もあるかと思います。そういっったたことから少しでもあの余裕があった 方があのよろしいかと考えておりますそういった中で、えー、今後あの、どのような方法があるのか、えー、この厳しい日程の中で、えー、どのような方法があるのか検討し、えー、議会にも、えー、ご相談をさせていただきながら、えー、指定管理の,ス,あのスタートがスムーズに、えー、の円滑に行えるよう、進めていきたいというふうに考えております。以以上上でございます、はい、25番これ以上 もう言いませんけど、私はですね、今回、野毛崎パークというのは、一つの目玉だと思うんですよ。当然、市長も市政方針の中であったように、私が例えば D 社の立場であっても、どうするかといいますと、今、野毛崎まで行く499号線、各工事がされています。しかしながら、交通事故が、交通事故が発生したら、完全止まってしまいます。やはり皆さん、D 社の皆さんも考えると思いますけど、 やっぱり海を使った集客ルート観光ルートを考えてもらいたいと思っていますそうするならば当然港の整備も必要です今度5月に野茂長崎という施設関係がオープンされる予定ですけど私もこの前行ってからあそこに漁協で桟橋があったんですねでなんか去年老朽化で沈没してから今年の予算の中であの 設置するようになっているそうですけどあの桟橋は小さいんですやっぱ大鳩から観光客を乗せてから軍艦島を外周してからそして野間崎地区に誘導するようなそういうルートをしなければいけないと思ってますよ今科学館が年間約15万人の集客があります今回の 今回の野間崎の関係協力については、目標は 12, 12万人なんですよ。そういう意味での科学科については交通面のいいところなんですね。そういうところもですね、ぜひともですね、今後検討していただきたいということを思っています。それと今後、事業者の皆さん、いろんな形の中で、支障がないような形の中で、行政がですね、 地域の皆さんと連携を取ってやっていくことをお願いいたします次に同級危険家屋について質問いたします議長の許可をいただきまして議員の皆さんと理事者の皆さんに写真を2枚裏表というか配らせていただいておりますそれで1枚目というか表の関係はですね、あの上段の方が約20年間空き家でありました で私も市民のあの住民の方から相談を受けまして、その時というのは、12年前やったんですかね、平成 20, 20年ですから、その時は、指導ありやったんですよ。当然、その時にいろんな所有者を見つけてから、どうか指導してくださいということで、なかなか指導もできていない状況の中で、昨年の9月7日の台風19号で、 右側,右側というか、そこの方向からですね、下からの風によりまして、吹き飛ばされて、屋根が飛ばされました。で、左側です。それで、この屋根はどこかで言いますと、ここに指導があります。ここまで飛んでおります。その片付けについては、警察の方とか、 車が通られませんから、地域の方で片付けました。で、その後、危ないということで、ブルーシートを貼ってもらったのが現状です。そして、大きくしたのが、これです。冗談。皆さん、こういう状況なんですよ。私はですね、 山の一件って言わないんですよ。下に見てください。ここは道があってから交通量が多いところです。去年の台風19号は夜中の3時ごろ来てから体が飛んだということで車とか歩行者がいなかったから怪我もなかったんですけど昼間あったらどうなるのかな私は二次被害怖いんですやっぱ。 通学道なんですよ。当然、所有者の方がしなければいけないということは理解しますけど、こういうことについて、私は長崎市として、条例でも作るか見直しかわかりませんけど、そこまでしなければ、こういう課題については、私は解決しないと思いますけど、そこあたりどうなんでしょうか。以上。えー、再質問にお答えいたします。 あの私ども,もですね台風の後とにまあ応急処置をさせていただいたところなんですが、まあ、その後あの本人さんの使用が分かったために、まあ、特措法での解除除却というのがまあちょっと厳しい状態になってまいりましたただ、あのー、今です、ね、やっぱりその処置自体は本人さんにございますのでその方の許可なしにあの解体等を進めるというのは不可能でございますので、まあ、そこら辺は条例の中でもです、ね、あの同意を得た中で進めていくような形法の中でも まあ、いろんな同意であったりとか、いろんな勧告命令、執行、大執行という形で、まあ、手順を踏んでやる形があります、まあ、それをです、ね、ちょっと見直すというのは、なかなか厳しい部分がございますが、ただ、まあ、近辺の方の心配事というのは重々分かっております、だから私どもができる限りですね、あり、一生懸命努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います、以上です。25番清坂議員難しいの分かってますよ 確かにですね、建築中央課の人と私も連携を取りながらあのいろんな協力していただいて感謝してるんですよ。しかしながら、こういう状況ですから、鉄事関係含めてやるんですから、まず本人を会うことが大切で思っています。そしたらば、24時間張り込んでっていうか、言葉いですけど、見つける対策をまず考えてください。で市長は初めて こういうパネルを見たと思うんですけど、市長が見ての感想と、私は同行しますけど、現地を見にくくありませんか。市長。次の再質問にお答えいたします。えー、先ほどからあの写真を示しいただきながら、現状についてご説明いただきました。あのー 特に台風の被害でより一層崩壊が進んだということで、近隣の皆様のご心配やはりあの大きいものがあると思いますし、またあの今後台風シーズンが始まりますと余計そのご心配が大きくなるものというふうに考えます。先ほどあの伊沢議員からもあの案内しますのでということもいただきましたので、一度ぜひあの現地を見せていただいてあの近い。 時期にですね現地を見せていただいて、また担当課とも一緒にまたこれまでもさまざまな方法を検討しておりますけれども、今後も引き続き検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいいたたししまますす休憩午後は1時から再開いたします。